前で侍がないと泣かないんだよ。ひろゆきが聞いて聞かないないからよ。ごめん、聞けたじゃんか。父の最中にヘラヘラ原稿やっといて。周りが侍と泣いてるときに。泣いてたのは陽子の腹の虫。あ、ミジ、やめてんじゃねえよ。入学式の時、先生から誕生を出ている教えてあげたのは誰？あれは気づかない。幸せだった。町長の圭さんの時、エロ雑誌扱ってあげたのは？お前、あれ返せよ。彼女ができれば、いつの女心を伝授したのは誰よ？全部、金考えてたな。あれいいよともストレートならいいけど。お前に男女交際ができるって言うんだ。ひろゆきが言ってたらね。あ、そうですか。次にストレート。間は全然泣けなかったのに、なんでだろう。La parte più difficile della lingua italiana. Come pronuncia? No, non è molto difficile. Non c'è grossa differenza tra l'italiano e il giapponese. Però ci sono delle differenze per quanto riguarda la grammatica.張り切ってたのは陽子だよ。だってなんかみんな妙に男で、気持ち悪い。もっとこう、わっとさらっとスキッとした交際っていうか、ほら、声量に寝やすみたいな。ダメダメ。高校生じゃないんだから。この前のコンパだってせっかく連れてきたのに、何のこだわってる。あ、ねえ、ひろゆき。え？あいつね、ちゃんと彼女見つけて大学生やってるんだってよ。彼女？うん、うちの学校の子に自分から声かけたんだって。へえ。あんたも高校生だってしないと。あ、上どんな子？どんなって、あ、あれ、この間のコンパ君だった。ごめん、やっぱ今日はパス。パーッと行かないと腐っちゃうよって言ってるのに。や、防腐剤買って帰る。あんたね、まあいいや、バイバイ。
パがいけるって。ね、磯野くんと中島くんっていうのが面白いやつらなのよ。ノーサンキュ。もう一個。あ、ねえ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 、あの子。ほら、もう、ひろゆきが声かけたっていう子。ごめんね。はい。どっち？こっち。諸悪の根源だ。
together. 一人きりじゃ